株式会社 FM 沖縄は沖縄県を放送対象地域とする超短波放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。呼び出し符号は j o y ウ f m JFN 系列。キャッチフレーズはいつも心は南向きサザンステーション FM 沖縄。1984年8月までの社名は株式会社極東放送で AM ラジオ放送を行っていたが、同一周波数で1メガワットもの長大出力により、放送を行っていたモスクワ放送の渾身に悩まされたこともあり、AM での放送継続を断念。一方、1973年から業務提携関係にあった東京 FM が4、大都府県以外にも系列局を広げ始めていたことから、AM と FM の免許を入れ替え、 1984年9月1日に社名変更し再出発した。1972年の沖縄返還後、テレビラジオを通して初めての新設放送局となった。この際、極東放送以外にも4件が FM 放送局の免許申請をしたが、極東放送認可とともに却下されている。既存の放送局の枠組みを利用するやり方は、本土復帰後に、 経済力が乏しく民放を新規に立ち上げることが容易でなかった沖縄県にとって有効なことが11年後の琉球朝日放送の開局とその後の南西放送計画破綻によって図らずも証明された。2019年現在日本国内で AM 放送を完全に廃止して FM 放送に全面転換した唯一の放送局でもある。 局内の放送スタジオが見学できるスペースがあり、平日9時21時の間、自由に生放送を見学することができる。かつては、長浜博志が経営していた、琉球バスが54.45%を保有する、大株主であった。琉球バス破綻及び、博志の死後は、妻の長浜文子が、同数の54.45%保有していたが、 現在は19.98%となり、息子の長浜博士心が15.64%を保有している。その他の大株主としては、明城学園22.22% 22、FM 東京11.11% 11、沖縄湯浅電池販売が10.25%、学校法人東海大学6.7%、国際工業3.3%となっている。企業、 団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出典、1992年3月31日2003年3月31日以下は、極東放送時代も含む、沖縄本島と周辺離島及び、宮古列島。沖縄本島以外の中継局は、宮古列島のイラブ島のイラブ中継局のみであり、先島諸島のタラマ島以西の地域、及び、 大東諸島では夏場のイースポの異常電波が発生しない限り直接受信をすることができない。周辺離島の久米島は親局の放送エリア内にギリギリ含まれる。それ以外の離島地域は中継局解説予定も目処が立っていない。インターネットラジオではどこでも FM 並びにアウデート、ウィズラジオによる配信を行っているほか県内無料配信のラジコについても 2017年10月2日から、ラジオ沖縄と共に参入した。このため、宮古列島の一部と八重山群島、大東諸島全域においては、上記のネットラジオサービスで保管することになる。毎日5時を起点にした24時間放送。ただし、毎週日曜深夜1時5時にメンテナンスタイムのため、休止。月曜5時の開始時、日曜深夜1時の終了時には、 ウラソイッショワンのスタジオから番組を行っているとの胸の説明があり、これは極東放送の時代から続いている。なお、現在のアナウンスは大城勝田によるものである。2021年6月28日時点、自社制作番組は太字。平日週末平日土曜、日曜、ありがとうございます。